こんにちは、動画ファンの成田です。今回は音声をテキスト化する便利なボイスレコーダーアプリスピーチノートをご案内いたします。スマホの文字入力苦手だなという方もいらっしゃるのではないでしょうか。そういった方に非常におすすめのアプリなんですけれども、その他にも例えばスマホをボイスレコーダーとして活用していらっしゃる方も大勢いることと思います。そういった時、例えば会議の音声をボイスレコーダーとしてスマホに録音したんだけれども、後から文字起こしをするのが大変なんだよねという方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回ご案内するスピーチノートは、ボイスレコーダーとして音声を録音した後、テキストに変換してくれる非常に便利なアプリとなっております。文字入力が苦手な方、また会議の議事録なんかに便利なアプリとなっておりますので、では実際にインストールから行っていきましょう。解説ページ、スマホからも開くことができます。動画の右上のアイマーク、もしくは動画の下の説明欄からリンク、開いてみてください。解説ページにスピーチノート、音声から文字へというリンクがございます。こちらをタップして開いてください。はい、そうするとこのようにプレイストアでインストールの画面が出てくるかと思いますので、インストールをタップして、アプリのインストール、ダウンロードインストールを行っていきます。途中で同意を求めるような画面出てきた場合は確認をして同意をしてください。またパスワードの入力など求められた場合はそちらも確認をしてパスワードの入力を行ってください。インストール完了するとこのような画面になります。開く、こちらをタップすると、アプリの方が起動いたします。では今回は一旦閉じましょう。はい、アプリのインストールができますとこのように、白地にオレンジ色のマイクのマークのスピーチノートというアイコンが作成されます。では実際にこちらアイコンタップしてアプリを起動していきます。はい、そうするとまず最初だけこのようにスピーチノートに音声の録音許可しますかという確認画面が出てまいりますので、こちらは必ず許可をタップしてください。そうするとこのような表示になります。で、ここに英語が書いてあるんですけれども、実はこれ最初の例文なんですね。なのでこれは特に気にしなくて大丈夫です。一つだけ使用するにあたって、チェックがあります。ここの尾行1と書いてある横真ん中ら辺ですね、上部の真ん中ら辺 JA と書いてあります。これがジャパニーズ、日本語になっているか必ず確認をしてください。日本のジャパニーズですね。例えばこれが、US とか他の言語になっていた場合は日本のこちらをタップして必ず JA、日本語対応にしてください。あとはこの右下にあるオレンジ色のマイクのマーク、こちらをタップすると音声認識が開始されます。では実際にやってみましょう。明日のランチは3時に変更ね。はい、入力が終わりましたらこの右下のオレンジ色のマークですね、こちらをタップします。これで終了になります。明日のランチは3時に変更ねというふうに、入力ができました。で、漢字も特に問題ないですよね。変換も誤変換などもなく、きれいにできていると思います。でこの一番下にこのような表示が出ているんですけれども、この真ん中は広告になりますので、この一番下ですね、こちらの一番左、こちらをタップするとキーボードが開きますので、キーボードで文字入力で追加をすることもできます。またですね、ここにびっくりマークとかハテナマークとか、あとこれはスペースですね、などもありますので、例えばびっくりマークを
付け足すなんていうこともできます。ちなみにこの×これをタップすると一つ前を削除することができます。一番端のこの矢印ですね、これをタップすると開業できます。これでまたマイクをタップして、新しく内容を追加することもできます。また英語に変えたいという場合、今日本語で喋ったんですけれども、英語も入れたい、別の言語も入れたいという時には、こちらの地球儀のようなマークですね、こちらをタップすると言語を変更することもできますので、日本語、英語、いろいろな言語を混ぜたテキストを作成することができます。では今このように作成をいたしました。入力した内容ですね、このJA の一つ横の紙飛行機のマークですね、こちらをタップすると、LINE やメールで送信することができます。このように点々点にテキストを送信というふうに出てまいりますので、例えば LINE であるとか、あとは G メール、ドコモメール、私はドコモの、携帯なのでドコモメールになってるんですけれども、あとは Facebook や Twitter に投稿するなんていうこともできますので、SNS の投稿にも使えます。またメールや LINE のやり取りなんかでも使えます。じゃあ例えば LINE を開きまして、で送りたい相手を選択します。相手選択しましたら確認をタップします。そうするとトークに送信と出てきますので、こちらをタップするとこのように入力がされておりますので、あとは紙飛行機のマーク送信ボタンをタップすれば、同じようにいつもと同じように内容を送信することができました。このように文字入力が苦手だなという方も、喋って簡単に LINE やメールで送ることができますので、非常に便利だと思います。またこちらのプラスのマークですね、この紙飛行機のもう一つ隣のプラスのマーク、こちらをタップすると新しい内容を開くことができます。これでまたマイクのボタンを押すと音声認識が開始されます。ちょっとまたやってみます。今日は朝からお天気が良かったけれども、午後から雨が降ってきた。はい、こんな風に入力してみました。それではこれを今度は保存したいと思います。保存するときにはこの一番右端の点点点と書いてあるこちらですね、こちらをタップすると保存がありますので、こちら保存をタップすると保存ができます。またこちらの中ですね、ノートの名前を変更というのがあります。これ今備考3となっているんですけれども、例えばこの備考3というのを変えて天気とかっていう風に変えて名前を変えておくこともできます。またノートを削除、こちらをタップすると今保存したこちらの内容を削除することができます。でこの保存した内容どこにあるかと言いますと、ここの一番左側の3本線のところですね、ここをタップするとこのような表示がメニューが出てまいります。でここのノートを開くというのがあるんですが、こちらをタップするとこのように、備考1というのが最初の明日のランチってやつですね。でこの天気というのが今保存したお天気を喋ったやつですね、というふうにこちらに出てまいりますので、これでじゃあ例えばさっきのやつですね、このように古いもの呼び出して開き直すことができるようになっております。こんな風に取っておけますので、定型文なんかは取っておくと便利なのではないでしょうか。またこちらの3本線から開いたメニューの中のエキスポートファイル2 SD とあります。
テキストの内容をスマホの中の SD カードに保存し直すこともできますので、例えば長い会議の資料なんかは、一旦この SD カードに保存をして、でまたパソコンで編集し直すなんていうこともできるようになっております。また PDF にエクスポートしたり印刷をすることもできるようになっているようです。このように喋った言葉をテキストに変換してくれますので、ひと手間減るという感じがいたします。また、スマホの文字入力が苦手という方にも非常に便利なアプリなのではないでしょうか。スピーチノート、ぜひお試しになってみてください。それでは以上となります。最後までありがとうございました。